なんでね、こんなに表舞台に出るようになっちゃったのかな。俺はなぜなぜなんだろう。俺はなぜ目立ち始めているのか。すごい不思議なんですよ。たまにすごい不思議なんですよ、自分で、はい、動画をやたら撮ったとか、 そうですね、はい、その天頃のステージに、ステージっていうか、ね、ラジオっぽい DB に出てみたり、はい、出てみたり、パンダ先生と喋ってみたり、うん、何やってんだろうなって、うん、不思議なんですよ。その救うの予報しとった時に、はい、別にいろんな選択肢あるじゃないですか、うん、で気象協会でとか、うん、まあ、コンサルをやったりとか、うん、業務の種類いろいろあるじゃないですか、はい、どうしてあの舞台に出ていこうっていう風になるのかって不思議じゃないですか、人考え。人は天候時代もなんでああなっちゃったのかって思いません、なんか最初からそれがしたかったかって、多分違いますよね。そうね、はい、そう、初めね、予測の業務入った時にやってたんでしょ、ここに、うん、今こうなんてやってると思ってない。やってないですね、はい、7年前に予報しとったじゃないですか、はい、そうそうそう、で7年間やってきて、今まさかねニコニコの舞台に立ってるとも思わないしまさか、なんですか、そのメソケンの総合討論で出てくるとも予想してねえしでスクールで何人今生徒さんいらっしゃるか分かんないですけど、うん、何いるんですか。1回は少ない。1回で1回の授業は、まあ、あの部屋に入るだけで普通に6人以内で6人、はい、まあ、でもそういう人たちを集めてわざわざ前に立つんですよね。そうですね。これ何なんですかね。いや、だから私その会社店舗でやるときもスクールでまず人にこう教えるみたいなことが少し抵抗みたいなね。あ、抵抗があったんですか。人の前に立ってなんかこうお話する抵抗です。抵抗があるのにやると今ベロベロ喋ってる何ベロベロ喋ってるのみたいな感じですけど昼から夜までよく喋んなおいみたいな感じになってますけど、すげー喋るんでしょうね。喋んでしょうね。もうでも最初は抵抗があったんですか。ありました、ありました、はい。抵抗があるのにやろうとしたんですか。それは多分必然というか、まずは例えば天コロを回転させるにあたり、ちょっとまずはその自分の知ってることをお伝えするというところから、はい、そうしたらスクールじゃねえか、いやスクールをやってみようみたいなところで始めたんですよ、はい、すごい軽いんですね俺すがる感じ、うん、いや思っても、うん、なかなか実行に移さないことも多いかなって思う。そう思う人はいると思う。それは多分あれじゃないですか、なんか会社とかがを作ってないとやらなきゃってなんないんですよ多分。会社作っちゃったから会社作っちゃったらやんなきゃみたいな、まあ、順番がねちょっと若干前後してるんですけど。なるほど。じゃあもうそもそも会社を作っちゃったところが作っちゃったところから人と違うなみたいな、人は計画を立ててからやる。確かに確かに。ちょっと待ってよ、会社作るってそんなに簡単にやっちゃうもんなんですか。何なんですかその回天コロやろうみたいな。そんな天コロやろうですね全く。まあ、いやいやいや、いや天コロやっちゃおうって思ったんで、はい、最初何なんですか。なんだろう、なんかねこうなったら自分でやるわってなったわけですよ。いやまさにニコニコ各界で話した感じのことです。あのだからもっと面白いことできんじゃねっていう。あ、うん、もっと面白いことが面白く予報とかできそうだし、やれる、うん、やるためには独立だと。そうそうそう、やるためには独立だ、やーって独立しちゃうっていうね。え、でもさ待って待って、お金とかないよねみたいなちょっと待って待って待って、すげーなまあだからスタートラインがアホで、うん、アホのままやってみるみたいな感じですね。テンコロって設立何年なんですか。3年。あ、そうなんだ、はい、3年か。
やっぱね、これ熱暴走するんだ。